あ、始まった。はい、ビッグボーイ。はい、こんにちは、ビッグボーイと。えなりでーす。はい、じゃあ、引き続き、ドメネーションの、ドメネーション。の、この、ドメネーション。ソーセージのステージでやっていくか。ポニーズ・ワーク・フェムス。いや、ホット・リンクス。うん、まあ、そうだな。さあ、このね、チェインソーとね、いう武器があるんだよ。これを使っていくんだけど、こちらの武器はね、機関銃なんだけど、エイムができないんだよね。エイムっていうかね、ちょっと、エイムした時に寄せるぐらいなんだけど、レートが高くてね、あと結構、照準も安定するなかなか強い機関銃で、初めからレーザーサイトがくっついてるよ。はぁ、ね、ドミネオ。これは強そうだな。ドミネオやっていくんだけど、こちらのステージなんかね、一時、地形がドームの、モダン3のドームの焼き直しじゃねみたいなのが、ちょっと、あったりなかったりしたんだけど、まあ、それは置いといて、さあ、ブラボーに。はぁドーン近接強えな。さあ、力敵が、右来そうだけど。来るか来ないか、はい、来たー、さあ、来るか来るか来たー、子芋じゃねえな。もっていうか、ドミネ確保だから敵を退けないといけないじゃねえか。まあ、ブラボー取れた。あ、どーりゃ、どー、そこにもいる、ぬい、これうん、レートも高い上に弾数も結構あるので、うん、強い敵のサットコム、お、破壊、あ、敵は、お、上に、うーん、あ、そっちにもいる、あいやアルファを、アルファ味方を取ってるので無視して敵が普通に、あれか武器として選択可能なやつ、もちろんもちろん、ほう、なんか軽くチートじゃね、まあ、軽くまあある意味人によってはチートかもしれない。うわめっちゃいる、めっちゃ、ちょ待ってお前エイムよひどいね、頑張れ、はい、お、そこに敵が出てこない、そっちにいる、もう一人いる、いいね、もう一人いた、ていいね、サットゴム設置、チャーリーを確保しちゃうよ、オッケー、そっちから敵が来たー、ランクアップ 1?1 か、ガチャッ、さてブラボーに敵が集中してきている、おーい、まあここは比較的マップが広すぎるぜって言われてるこのゴーストでも、まあ今まで通りの普通の広さかな、後ろに敵が、うわーありゃー、後ろから来た、あーダマクリアリングの盲点ダメだったぜ、もう一回ブラボーを、知ったこっちゃねえ、あーあかん、ええー、マジかよ、おお、二人出てきた、お中にもう二人いる、おお、いいね、いいぜ、サットコム置いて、あれ今敵のサットコムに気づかずにスルーしちゃったような、おー、出た、あーブラボー確保、さあ、オラクルが。早くね。おいしょ。軍用犬を呼ぶ。もうオラクルだった。早くねか。そのもんか。オラクルは、ボケ何キロだったっけな ?10 運キロぐらいだったもん。早くね ?40、まだ40あんのっけ、チケットだけじゃん。さて、おいおいおい、来ない。あ、今、いた気がしなくも。あった。いる。おい。あ、ちょっと、さ、敵が2人いるぞ、多分。ちょっと連続キルを重ねてるから、お、来るか、ね、来るか、ね、来ない死んでる、いらっ、うーい、オッケー、あ、よい、でい、ほほほほほほ、なかなかいいかもしれないぞこれ、おお、よーし、ヘッドショットで1キルを達成、あ、フィールドオーダーっていうのはね、あの今作、うん、アサルトキルストリークに救援物資というものがなくてサポートにもないんだよね、だからフィールドオーダーっていうね、時々出るこれを何度か成功させたら不定期に、あの、救援物資を獲得できるみたいなシステムがあって、それにね、時々、あのさ、モダン3とかにもあったでしょ、うん、連続20何キルしたらさ、モアブを呼べたりとか。ああ、あるね。ああいうのが時々そういう救援物資にも入ってることがあるんだよね、これは。で、それを起動させたら、まあ、場所によってはフィールドが変化したりだとか、なんか隕石降ってきたりだとか。マジで？まあ、普通に敵がみんな全滅しますみたいな、そういうのがあるわけですよ。なんか考えることが、さあ敵はいないか、あれチャーリー誰もいない、
犬がいるだけ。うん、行くか。ほい。サットコムがあるけ、気づいてねえ、こいつ。はい。俺とかドミネーションとかやったら、基本 TD、チジ、TD みたいな。おお、うえ、いない。そんなとこにいる。ドミネーション難しい。軍用剣。うわぁ、痛い、今敵。見て方難しい。さあ、来るか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 来ないか来るんか。あ、そっちから来た。Go! プレイヤーいない。こっちか。Yes! そうや !OK! ナイスケットショー。おー、敵が、あれ、いないぞ。おい、そっち。おぉおぉ意外と、意外と融通効かないのかな。さあ、どうだ、来るんか。おー、ありゃ !OK。かっこ。来るか、敵は来るか、来た来るって分かっててもやられてしまうこの人ね。これはもうスナイパー練習動画以外も上げた方がいいんじゃないかな。まあいやもう、いやスナイパーはね本当に練習が必要かもしれないけど。さあ敵、ほーら、あれあれ、2人いるぞ。貫通してできない。さあ折り返してきました、ドミネオン。これは、これもチケット減ったらだよね。いや、これは200に、お前本当に配信か。だから、いや違うんだよ。うわぁ違うんだよ。これは200点を先に取った方が勝ちますよ。ベスト装備、キバミアーマーと呼ばれているバースベストだ。まだいい、いや、言うけどあれだよね。モダン3のキバミよりまだいいよ。まあ、ほら。どーいしょ。モダン3のキバミ。だーい、もう、おい、どーいしょ。いいね。いや、チェイスを強い。ね、やっぱ連続キルを重ねることこと、うっ、あ、出て、まだいた。連続キルをバンバン稼ぐがもう COD の醍醐味。ね、いいよ。せーい。すっごい音だ。なんだよ。お、この、あ、地雷に味方が引っかかったね。いた、ね、そこにも敵が、いた。だけどね、これゴーストをね、購入して、うん、最初やったときね、もうゲーム自体がね、半月ぶりぐらいだったからね、あ、違う、半月じゃねえや、半年ぶりぐらいだったからね、もうね、キルレがアホなことになってたよね。0.7 ぐらいだったよ、最初。0.7 だよ。さあ、敵の復元物資だ。まあ、セントリーガンくれてやる。リロードして、サットゴム置いて、すごい、敵がいい。もう一人いる、もう一人いる。待て。あ、痛い。おいおいおい、よいしょ。ああ。よし、救援物資を確保。なんか、いつの間にかフィールドオーダーをね、達成してたってことがあるからね、呼ぶわけですよ。あ、ちなみにね、私はさっき、こう言いましたよ。あの、救援物資からそういう、モアブみたいなものが出ると。お、これはおお、サブテキ、ケムストライクを連続キルで取るとは言っていない。の巻きだ。何それ、ケムストライクって。それ、モーブと同じだよ。はい、それでは皆さん、さようなら。うわーい。ちなみに、このステージはね、変わります。マップが。形が。やば、やばいやばいやばい。え、何これ、何これ、何これ。あ、まあ、このマップだけだけどね。あの、形が変わるのは。やば。全然違うじゃん。形状は低く、まあ、保ってるっぽいけどね、ちょっと。すげえ、気持ちいい。おーいしょ。はい、だよ。おーいしょ。やった方がいいじゃないか。いや、まあ、必ず出るってわけでもないけどね。ああ、まあね、そのピンでしても面白いな。よいしょ、たくさんいる。おいしいぜ。いいね、いいね。はい。もう一人いた気がしたんだけど、やっぱり今いた。よいしょ。サットゴム。すげえ、ここも別マップじゃない。 H とそうだよ。たくさんいる、たくさんいるけどアシスト。あ、痛い。犬ワン。あれ、今の敵じゃん。気づいてねえぞこいつは。リスポンもなかなかすごいんだなこのゲーム。えい、よし。現在チケット31
もう、おい、えい、やっぱ俺はチェインソーじゃないとダメなんだ。結構いい感じに優勢じゃないですかね。おう、よいしょ、よいしょ、待て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 、おっと、お前もだ、おーりゃね、俺の悪い癖はね、一人の敵が視界に入ってしまうとね、クリアリングせずにどんどん追いかけてしまうことなんだよね。便利な道具、ダマクリアリング、ダマクリアリング、いいよ。俺はクリアリング、クリアリングすら最近というか最近ぐらいになるまで何のこっちゃだ、何のこっちゃって思ったよね。俺あのエイムしながら歩くとかね、ちょっとできないプレイヤーだから。ああ、寝てた、ショットガンだ。あのいつもショットガンちょっと、ね、そう考えたらモダン2の頃サブウェポンにショットガン装備できたからすごいよね。モダン2からやってますもん、コールオブデューティーは。ね、スパスがメインウェポンと化してるね、あの頃。マジか、確かに。うわい、はい、でもモダン2も強いて言うならゴーストぐらいマップが広いところもあったかもしれないけど、リスポーンはそんな離れてるわけじゃないから何も問題なかったんだよね。もう一人、もう一人多分いないですよ。はい、というわけで、まだ上の人がいた。53キル24です。え、すごいな。ね、ほとんどケムストライクのおかげだよ。はい。ケムストライク。はい、というわけで、初のケムストライクかもしれない。はい、ビッグボーイと、えなりでした。はい、ご視聴ありがとうございました。はい。